はい、後半戦ですね。はい、後半戦いきますね。はい、まずアトラスニュースか、アトラスニュースから、はいはい、異常な動きと笑い声、森に現れた黒い目の子供、出ましたね。ブラックアイドキッズですね。これ日本で、はい、初めて紹介したのは、はい、僕なんです。そうなんですか。僕なんですよ。あの、はい、これ海外のネタを翻訳するの得意じゃないですか、はい、で必ずこれ翻訳して広げたのは僕なんです、はい、スレンダーマンに ついてこれも僕なんですよね、はい、全くね、日本のオカルトのルーツはね、大概 俺が最初なんですよ。ここ10年ぐらいはね。なるほど、うん、はい、では読みますね。はい、はい、近年海外で目撃されている怪人ユーマに黒い目の子供たち、ブラックアイドキッズ、通称 BEK というものがいる、うん、BEK は一見普通の子供だが、眼球に白目の部分がなく、すべて真っ黒なのだという。そういう人いますよね。会ったことはないですけど、前松戸 のケーキ屋で、ケーキ屋で会ったって言ってたじゃないですか。目が黒い、あ、そうだ、会った方がいらっしゃいましたね。犬みたいな、はい、そうですけど、ちょっと私はねお会いしたことはないですけどね。もうその人言ってたらしいですよ、はい、私松戸生まれ育ち、松戸ある、松戸あるってそれは何ですか、うん、ということで、はい、非常に凶暴で人気のない山道に現れたり、深夜に家を訪ねてきて言葉巧みに接触を試みる。しかし次第に言動は暴力的になり、その力は子供とは思えないほど強いという。最初はアメリカで報告されていたが、近年ではイギリスをはじめ欧州でも目撃が増えているという。イギリスで特に目撃が増えているのがバーミンガムのキャノックチェイス周辺だ。2021年にはティーンエイジャーのカップルがキャンプ中に BEK に遭遇、ブラックアイズキッズ、はい、ブラックアイズキッズキャンプ中に、はい、遭遇して襲撃されかけるという事件が発生している。当時17歳のカイリーとベン、ともに加盟は、2021年の夏にバーチスバレーで奇妙なヒューマノイド型ユーマを見たと証言している。うん、2人はイギリス国内で長らく続いた都市封鎖が明けた、都市封鎖が明けた後、森の真ん中で一緒にキャンプをすることにしたという。うん、真夜中頃2人はテントの外で何かが動く音を聞いた。鹿かもしれないと思った彼らはしばらく鹿を驚かせないようじっと静かにしていた。しかしその音が足音のように聞こえたため、2人はテントのファスナーを開けて外を覗いてみた。すると人里離れた 山奥にもかかわらず、小さな子供の笑い声が聞こえたため、2人はトーチを手に暗い森の中へ分け入ってみた。その人影は確かに子供のようで、木から木へ走り回り、幹の後ろに隠れて時折2人の方を覗き込みながら、ついに空き地に出た時に姿を現した。うん、私は本当に怖かった。ニュースで黒い目の子供の話を読んでいましたが、目の前にそれが立っているのを見て初めて実在するんだと思いました。うん、人間にはできないような動きをしていたので、すぐに本物の怪物だと分かりました。うん、木の陰に隠れて移動している時は短い距離をテレポートしているような感じでした、とカイリーさんは語る。うん、もう一人のベンさんはさらに、私はトーチの明かりをその少女に当てていたのですが、彼女はただそこに立って頭を少し下げて私たちを見つめていました。するとクスクス笑いがだんだん大きくなってきたんです。ん、彼女は私たちの目の前にいるのに、笑い声は私たちの周りから聞こえてくるような感じでした。クスクスクス、怖いですそれ。なんか不気味ですね。笑い返せればいいじゃないですか。そう、笑い返すんですか。こっちもクスクスクス。少し動揺しながらも2人は荷物をまとめてその場を引き上げることにした。ベンの車まで15分ほど歩いていると、突然カイリーが多くの木の陰から黒い目をした小さな子供を見つけたという。ベンはもう放っておいてと叫びながら車に駆け込んだという。その後2人は超常現象調査員で作家のリー・ブリックリー氏に自分たちの体験を告白したのだそうだ。うん、地元メディアのバーミンガムライブによれば、1980年代からキャノックチェイス周辺では BEK らしき不気味な子どもの目撃談があるとのこと。う
正体については諸説あり、1960年代にこの地域で殺害された少女の魂だという説や、宇宙人や悪魔の仕業とする説もあるそう。ちなみにブルックリー氏自身も2018年4月に、バーチェスバレーでBEK と遭遇したと語っている。そんなに頻繁にあるんだ。 いっぱいいるんですね、うん、ブルックリー氏はキャノックチェイスという地域に目をつけ、なぜこの地域で多くの超自然的な活動が報告されているのかと指摘、うん、キャノックチェイスの森には多くの死者の霊だけでなく怪物の目撃霊も多いので、それらは我々の世界とは別のもっと暗いところからやってくるのではないかと考えています。キャノックチェイスは超常現象の入り口のようなもので、あの世からの存在や実態が私たちの世界に入り込んでくる場所だと信じていますと語っているですって。ちょっとね、黒い目のね、なんか子供ではないけどね、映画でやっていましたね。映画でやってました。映画のね、なんだろうな、なんかちょっとタイトル忘れちゃったんですけれども、うん、あの白目がない全部黒目の人が出てくるのがありましたね、うん、まあ、幽霊の描写でね、はい、白目がないっていうのはありますけど、でも幽霊ってなんかね、白目だけしかない気がしますね。白目だけっていうのもありますね。逆にあれがちょっと怖いですね、見てて、うん、はい、でも白目がないのもまたなんかね、怖いですよね。黒目だけってね、黒目だけというのもね、犬みたいですね。はい、え、犬？犬って黒目だけの犬が多いよ。白目もちょっとありませんか？白目がある犬もいるけど、はい、黒目だけの犬も、真っ黒の犬もいますよ。はい、うん、はい、ということでちょっと不気味なお話でした。白目がある犬はね、うちのココアがあったんです、うん、白目が、はい、だから目が、目の動きで分かるんですよ、表情が、はい、こっち嫌がってるなとか、はい、で黒目だったらプリンっていうのは黒目の子で、はい、分かんなかったですね、黒目の子は表情がね、表情がね、うん、なるほど。でもあの白目ってのは大事なんですよ、はい、白目が大事なんですか。あのもともとなんで、はい、あの猿には白目がないのに、うん、なんで人間には白目があるの知ってますか？知りません。あの白目によって表情が、うん、あ、表情が分かるから、分かるんですよ。なるほどね。だから、うん、あの、うん、結構ね、人間の 目では、はい、こうやってお互いに言葉が通じなくても、はい、目を見れば大体何を考えてるか、おどおどおどしてるとかね、はい、怒ってるとかね、はい、分かるっていうんですよ、ね、ああ、そういうことなんですね、うん、なるほどですね。大事なんですよ、白目は。大事ですね。ねえ、はい、ということでですね、はい、次のお便りいきますね。はい、はい、なんとまた UFO らしき写真の鑑定ということでですね。ああ、そうなんですか。はい、UFO 特集もやんないとダメですね。やんないとダメなんですよね。そうそうそう、結構溜まってしまいましたけど、うん、はい、ちょっと私が知りたいのはこれは UFO じゃないよっていうのが知りたいなと思うんですよ。皆さんに言うと全部 UFO だと思っちゃいます。 UFO になっちゃいますね。そうそう、例えばアーリーさんの場合はこれは心霊写真ではないよっていうのを結構明確にね、説明していただけたじゃないですか。まあ、村さんの場合は、うん、その写真の中で、はい、UFO 的センスを汲み取って全部 UFO だって言ってるんだと思うんですけど、はい、そこでリップサービスする必要ないから、うん、はい、ズバッと言ってもらいたいですね。ズバッとね、言ってほしいですね、うん、はい、ということでですね、今年の10月8日に近所で迫力ある雲があったので思わず写真を撮ったらUFO らしき物体が写っていました。連続して撮った前の写真には写っておらず、その写真にだけ写っていました。あ、そういうことよくあるんですよ。はい、ということでこれは何にも写ってない写真で、うん、でこれがですね、ちょっとポツッとなんかよく見つけましたねっていう感じのちっちゃい点なんですけど、拡大するとね、こんな形のなんですよ。おお、確かに変ですね。下から上に向かってこう飛んでるんですかね。はい、はい、なんかね、なんかね、最近これドローンとかもありますけどね、可能性としてはどうでしょうね。ドローンよりもっとでかい物体ですよ。はい、大きなドローンとか言ってまたなんか言っちゃう。そんなこと言うとキリがないじゃないですか。そうですね。はい。でもこれはちょっと鑑定出しましょうよ。ね、鑑定してもらいましょうかね。ね。はい。面白い話。面白いですね。うん、はい。ということでちょっと、ね、これお名前の方がないみたいですけれどもね、うん、お名前がない、はい、お名前はねないですね。あ、この名前、NNH さんかな、
NH NH さんかな、こちらね、どうもありがとうございます。ね、すごくよく見つけられたなという感じですよね。うん、まあ、うん、ね、はい、結構頑張ってますね。頑張りましたね。くまくまさんっていう人が、はい、なんかある絵描きを推薦しますね。くまくまさん、うん、はい、山口敏太郎様、大変お世話になっております。孤高の絵師さんとツイッター相互フォローしてくださり、連絡をしてくださいまして誠にありがとうございます。孤高の絵師さんという方がいらっしゃるんですね、うん、はい、お忙しい中ご対応心より感謝申し上げます。孤高の絵師さんは欲なく日本のことを真剣に考えていらっしゃいます。山口敏太郎様とつながり心強く思います。私はこれにて失礼させていただきます、ということで、ね、それ2通目を読んだんですね。はい、2通目を読んだんです。どこ指してるんですか。ここを読んでくださいよ。はい、これが、はい、ここの S さんに紹介、はい、ね、紹介メッセージを送った後の文章、はい、後の文章ですね。あ、でもまあ流れがね、分かりましたね、うんうん、あのね、どなたか紹介されたということでね。そうです。はい、山口敏太郎様、こちらもカッコな読んじゃって大丈夫ですか。さまざまな迷宮入り事故物件、あ、間違えました、事故事件の真相解明、貴重有力情報提供、うん、というのがね、なんでしょうね。あの言葉遣いに滝沢馬琴を、前世滝沢馬琴を感じますね。そうですか、うん、はじめまして、相互フォロー誠にありがとうございます。私は北海道住みの一般人です。北海道在住の方、旭川14歳投資事件を調べていた中で孤高の絵師様と出会いました。旭川の14歳の女の子、なんかいじめにあって、公園で死んじゃったんですね、はい、あれかわいそうですね。かわいそうな、ね、事件でしたね。あれ、なんで親聞いてやんなかったんですか ね、 ね、うん、どうしたんですね。俺だったら一生懸命聞いてやって、はい、そんな学校行く必要ないよって言って言ってやるのにね、はい、それであの、うん、いじめられたり、はいはい、登校拒否になった子が行く学校ってあるじゃないですか。うん、ありますね、うん、それで行って、はい、大学は通信制で行けばいいよと、うんうん、はい、あの、うん、代験受けてね、はい、で大学行けば、はい、大学まで行ったらもう自分の意思で勉強するだけじゃないですか。そうですね、はい、うん、だからあんな義務教育なんてクソくらいだよと、はい、うん、行きたければ行けばいいし、行かなくても別に構わないよっていう、はい、そういうふうに、うん、あるべきです ね、 ね、そうですね、なんとかちょっとね、うん、逃げてほしかったかなというのも、はい、情報の提供させていただきます、うん、はい、佐世保市に不思議な能力を持つ絵師さんがおられます、うん、絵師さんね、あの画家の方ですか、絵描き ね、 ね、うん、その方は現在障害を抱え闘病の最中、うん、始まりは手指に震えが現れ、箸を持つこともコップの水を口元に運ぶことさえできない最中、指にこう来るわけですか。なんかね、震えちゃうんですか、うんうん、夢枕に亡くなったお父様とお母様が立ち、絵を描きなさいとお告げがあり、うん、絵を描きなさい、はい、その日を境に絵を描いて、描いた絵を SNS に投稿し、今多くの方々の支持共感を得ておられます。俺とキューピーちゃんとか描いてるんですか、ね、キューピーちゃんの絵ですか。ちょっと見ました、先生。いや、ちょっと見ましたよ。仏像とかそういうの描いてましたけど。そういう絵なんですね。俺も実はあの、はい、ピカチュウとかキューピーちゃんとか描いてほしいな。そうですか。うん、はい、時に自然の移ろいを、また時の移ろぎを、また仏画、風刺画などなど、情緒豊かに、また時に説法鋭くユーモアを交え、その作品の数々は多くの人たちの旅情、郷愁を誘います、うん、あ、そういう感じの絵を描いてらっしゃるんですね。なるほどね、うん、夢の中でのお父様お母様のお告げは全て的中をしております、うん、以前夢の中にお父様お母様の後ろに知らぬ母子が立ちました。その出来事をツイートされておられました。え、あの、どういうこと、はい、だから、お父様とお母様が夢の中に出たその後ろに、うん、なんか見知らぬお母様と娘さんが立っていたんですね。全く他人の、全く知らない、うん、はい、その出来事をツイートされておられました。その後、黄色彼岸花の絵を描かれ投稿したところ、もう黄色い彼岸花が好きだと思います、うん、とコメントがつけられた後、その夢の母子が旭川少女であったことが伝わりました。あ、この名前読んじゃいけなかったのかな、もしかしたら。
ちょっとピー入れてもらえますかね。え、そうなの？うん、いけないの？そんな感じがします、うん、ね、このお嬢さんのお名前でしょうかね、うん、その絵師さんの夢はその旭川少女の上に起こったであろう出来事と全てが合っており、その日以降旭川14歳少女遺棄事件、横浜府市車両火災心中事件、苫小牧市泉町母子火災死亡事故、札幌市清田区3歳児窓転落事故、亡くなった方々が次々に夢に現れ、その真相を知るに至られておられます。え、じゃあいろんな事件の真相を、はいはい、彼は見るんだ、はい、あ、そうですね、この亡くなった方の霊から聞いてるっていうことなんでしょうかね。うん、そうみたいね、はい、また近頃では念子能力も高くなっておられるご様子で、さまざまな方たちを念子鑑定をなさっておられ、実際に念子を受けた方々の感想によると、家の中方位方角家族こう、あ、ごめんなさい、家の中方位方角家族構成病歴先祖など全てが当たっておるとのことでした、うん、先日葉梨法務大臣の更迭もその前日に見事予言的中なさっておられます、うん、医師様の方ですでに犯人特定できている案件や密室の証言にあたる証言の入手もあられるとのこと、うん、今多くの真相のうやむやになっている事件事故の解明に向けて、この特別な能力をお持ちの絵師様のことを取材お取り上げくださいますようにお願い申し上げ、情緒提供させていただきます。情緒かな、これ情報提供かな、情報提供、ね、情報提供させていただきます、うん、古今絵師様は特殊能力でもういくつかの事件解明にたどり着いております、うん、くまくまの願いはめんこい子供たちがこれ以上犠牲にならないことです、うん、山口敏太郎様、どうぞ孤高の絵師様とつながっていただけましたら嬉しく存じます。素晴らしい絵を描いている方でもあります。うん、ということでね、くまくまさんからのご紹介ですね。あ、こういうね、仏像、菩薩像も多数描かれていますとか、うん、あ、これがあの黄色い彼岸花ということですね。なるほど、なるほど、うん、また不思議な方が現れましたね、うん、そうですね、はい、意外や意外、はい、でどうなんですよこの方は、うん、でこの方はなんか先生インタビューか何かのお約束とかは、いや今メール入れたんですよ、はい、ツイッターメダイレクトメール、はいはい、ちょっとねこの方のお話聞きたいところですけど、なんか闘病の最中ということで電話で喋れるんですかね、喋れますかね、往復で喋れるんでしょうかね、うん、はい、でまあ、 自分の YouTube チャンネルでは喋ってますから、あ、はい、喋ることは喋るんですよ、なるほどですね、ほんでまあ、はい、ね、影響力は僕の方がありますんで、はい、僕の方でバーンと喋っていただいて、はい、それでこれを拡散すると、はい、でやっぱり自分一人で喋るよりか、はい、第三者がいて、はい、僕がインタビューするって感じにした方が、はい、より分かりやすくて、はい、より広がると思うんですよね、はい、で、まあ、真相にちょっとでもつながっていければなと、うん、はい、そうですね、うん、うん、いざという決戦の時に備えて、決戦の時日本人を守るための戦いがありますから、はい、あの ねぜひ我がアベンジャーズに加わっていただいてもいいですよね、はい、そうですね、ほー、まあ、最近アベンジャーズで、うん、あのがっかりする人が多いので、はい、ね、でもね、あのゆりはなさんとかね、はい、ああいうまともな人もたまにいますので、はい、ぜひお願いします。はい、そうですね、こちらの方はあの、ね、手に手指に麻痺、硬直、心線強くあり不自由で現在闘病中です。うん、震える右手を左手で支えながら体調の合間を縫ってなんとか絵を描いていますということですね。おいくつなんですか ねそうですね、何歳ぐらいの方でしょうか。ちょっとまた、ね、不思議な方が現れましたということで、そうですね、はい、ぜひこの人には連絡を取って、ね、ちょっとお話をねお聞きしたいですね、ね、近々登場することを祈っております。はい、連絡が来ることをね祈っていますと、祈ってますね、はい、はい、今日はこんなもんですか。はい、今日はこんなもんですけれども、うん、他にアトラスニュースとかありませんかね。アトラスニュースは特にないですね。あ、わかりました。そうしたらちょっと今回これで終わっていきます。はい、
まあ、さっきみたいにね、はい、こういう能力者いるよとか、はい、いう連絡をぜひとも待っております、はい、あ、そうだ、ちょっとまた言うと、また始まってた、また始まりましたね、始まりました、僕の話の腰折るの名人ですね。違います、お話が終わったところで申し上げているんですがね、終わってないですよ、終わってない、ごめんなさい、うん、はい、あのね、ゆりはなさんの鑑定がねすごく人気になっておりまして、ああもうね1月の16日以降の鑑定になってしまうんですよ、ゆりはなさん主婦だからね、はい、そうですね、うん、でこうやって喋ってる間にももしかしたらもう2月になってしまうかもしれないですが、そんな人気なんですか、すごい人気なんですよ、コロについて、はい、コロさんについてまた人気者になっちゃいますね、人気になっちゃってますしね、はい、で一応なんか20分ということになってるんですけど、やっぱりこう区切りのいいところまでねお話しされているみたいですので、それで延長代とか取ってないですもんね、延長代取ってないんですよ、それかあともう一人の分見てくださいっていう時はちょっと延長料金というか、もう一人分追加しますけれども、結構ねお話長くされているみたい、20分で終わってないんですね、終わらないんですよね、はい、でもその分でも、うん、まあ、料金の範囲で、はい、はい、そうですね、できるだけ聞いてあげて、聞いてあげているということです、1時間も聞いてる場合もある、もうありますということで、ちょっとそれはねあれですけどね、うん、もう1月の中旬まで予約が、予約入っちゃってるんですよ、じゃあ急がないとね、はい、あのそうですね、うん、ご病気のお父さんお母さん持ってるとかね、はい、そうですね、ご病気ので、ゆりはなさんがそれで、あのこの人は急いだ方がいいとか思った時は、うん、ちょっとその人をこうなんていうか間に入れてくださるんですよ、あ、繰り上げる場合急いで、はい、この人はもうちょっと危ない状態とか思ったら先にやってくださるということですので、ゆりはなさんに今度聞いといてください、はい、なんて動物の命を助けることできる、はい、動物の命ですか、あの命をつなぐことができる、動物もできるかということですね、そうですね、わかりました、うん、結構ね、うん、あの、はい、あの僕は犬を飼ってるんですけど、はい、動物って家族なんですよ、はい、でも死にそうになったらかわいそうだから、はい、ちょっとでも生きてほしいと思うんですよね、はい、どうですか、ネズミ君の命が、ネズミ君の命でも結構ねもう長生きしてまして、寿命近くなってきたかなと思うんですよ、ネズミ君、ネズミ君ってだからね、なんか何で回そうかと思いますね、あの世に行きそうになったら、そしたらもう、うん、ゆりはなさん電話して、はい、ネズミ君の命をあと3日くらい伸ばしてください、はい、でも結構ね寿命とかに来ちゃうと、うん、あのこう結び直しても神様がふうってね糸をね抜いちゃうんですって、もう面白い話ですね、でその辺のお話もねまたお聞きしたいなと思いますので、神様が抜くんですか、うん、そうなんです、ゆりはなさんがねこう結び強く結んでも、うん、もう寿命だと神様がヒューって抜いてしまうんですって、寿命だから、そうそう、寿命だからということで、ただまあね、あの紐を結び直すことによってちょっと安らかな死に方って言ったらあれなんですけれども、うん、あのそんな苦しまずにあの天国に行けるかなという感じだそうですので、いや犬とか猫とか飼ってる人間からしたらね、はい、そら死ぬ時はかわいそうですよ、もう悲しいですよ、本当に、本当に寂しいですよね、へこみますもんね、そうそう、何ですか、鼻をすんぞすんぞ鼻を噛んでますよもらい泣きしています、エスカリータリーさんが動物の話を聞いて、あ、思い出したいますよね、そうそう、あ、そうだったんです、でも結構安らかに、全然安らかじゃない、安らかじゃなかったそれはちょっとね見ててね、はい、自分も苦しくなっちゃいますけどね、はい、いや本当ね、はい、きつい死に方するんですよね、そうですね、うん、うん、はい、まあ、あのうちも黒ときな子がいますけどね、はい、あの子たちも、まあ、死ぬ時は安らかに死んでもらいたいですね、そうですね、うん、黒が死んでもあんまり悲しくないかなと、なんでですか黒ちゃんまだあともうだってこれ、はい、これ引っかかれました、これまたすごい、それね名誉の負傷とか思っていいんですよ、もう黒のやつのいつも傷つけるんですよ、あれ私もでもプレーリードッグに噛まれた傷がいっぱい残ってるけど、うん、その子たちの生きた証だと思って、うん、もういいんですよ、その傷物になってしまいましたが、私のお手手がいやもう50いくつになってるの傷物とかどうしようもないんですよそうですね、ね、そういうことですね、うん、もう全然もうねいいんですよ、
でモルモットちゃんもね結構ね長生きしてるんですよみんな。ああ、そうなんですか。はい、そうなんですよ。じゃあちょっと真相になった時は相談をして。相談ということですね。ああ、ちょっと例えば1ヶ月を見ますよっていうのを伸ばしてもらいましょう、はい、伸ばしてもらってね。でますます天寿全うしたら、うん、はい、自分らが死んだ時に虹の橋で会えますよ。あ、そうですね。うん、虹の橋で誰も待っててくれなかったら寂しいですね。もうペットちゃんが、ワンコ軍団が待ってますよ。私、あの、そうですね、モルモット軍団が待ってますよ、うん、誰っていうのも言いますよあれ、まあ、そうそうそう、誰だっけって言いますよ。名前忘れてる、忘れられちゃう。そうそうそう、かわいそうな子が言いますね。いますけどね。ということで、はい、ということでね、また次回もね、はい、アトラスラジオをお聞きください、はい、エンタメはオカルトだいきなり終わっちゃいましたなんか詰まってるからオカルトはエンタメだ、エンターテインメントはオカルティズムだ。山口敏太郎でした、不思議な体験とかこの人とコラボしてくれっていう方は、メールをください。 tokushima5566@yahoo.co.jp徳島5566 @yahoo.co.jp までお願いします。それからコラボ企画、次々から次へと準備をして進んでおります。まあスケジュールが合う合わないとかいうのもいろいろありますけど、頑張って用意してますので皆さん楽しみに待っといてください。それからそんなもんでいいのかな。はい、アトラスニュースも、無料で見れます。皆さんヤフーで検索して山口敏太郎ブランクアトラスって検索してください。アトラスニュースというのが出てきます。それもね、いろんな珍しい記事が載っております。ツイッターで僕がリツイートしてるのは大概アトラスニュースですので、皆さんお読みください。はい、サイバーアトランティア、こちらヤバすぎるメールマガジンをやっております。もうヤバすぎる、もう世界の影の政府に喧嘩を売ってます。そのメールマガジンの方よろしくお願いいたします。こちらの方が社員の給料になっておりますので、皆さんぜひ読んでください。我が事務所を応援する意味でもよろしくお願いします。それじゃあ皆さん、次回も不思議の世界であなたとランデブー、山口敏太郎でした。それじゃあバイバイ。はい、さようなら。バイバイ。